こんにちは、まほです。いつもありがとうございます。中キレでは中からキレイになる情報を発信してまいります。今日のお題は凡人とすごい人の違いというテーマでお伝えしたいと思います。料理の仕事を通じて成功者と言われる人たちと関わることがあったんですね。一流企業でトップまで上り詰めたような人々をいろいろ見てきたことがあるんですけれども、もう本当に超エリートの人たち、いわゆる頭がいいという人たちですよね。エリート街道まっしぐらみたいな人たちとか、いろんな人を今までの人生の中で接することがあったんですけれども、そういう人たちってやっぱりすごいなって思うところと、あとはなんかスコーンって大きく抜けてたりするところとかがあって、すごく面白くて話を聞くのが大好きなんですけれども、お話をしてくださる方はいろいろしてくださったりっていうのをどんどん質問して聞いてっちゃう方なんですけれども、お話の中で私が感じたこと、その凡人とすごい人の違いということで、まあ何をもってすごいっていうかっていうことなんですけど、まあ世間一般的に成功してる人とか頭がいいと言われてる人とか、平たく言うとお金持ちみたいな人たちですよね。何が違うのか、勉強の仕方、仕事の仕方、生活の仕方っていうのをヒアリングしてきた中で感じたことを今日はお伝えしたいと思います。凡人とすごい人の違い、今日お伝えしたいこと3つあります。1つ目、コツコツ地道である。2つ目、諦めずにやり続ける。3つ目、努力を努力と思っていない。以上3点についてお伝えしたいと思います。1つ目、コツコツ地道である。もともとの頭が良かったりとか、天才なんじゃないかってこうね思うことも多いかと思うんですけれども、まあ、そういう人ももう中にはいらっしゃるとは思うんです。でもそれだけではないんですよね。それだけではないというか、もしかしたら本当にそんなに普通の人と変わらないのかもしれないんですけれども、そういう人たちって地道な努力をしているんですよ。まあ、例えば勉強ができる人とか成功している人とかに共通しているんですけれども、地道にコツコツ努力をしているんですよ。毎日毎日、子どもたちの家庭教師だった先生が何人かいるんですけど、すごいなって思う本当に頭のいい先生に恵まれたんですけれども、超一流の大学に入られている方たちだったんですね。そういう人たちが実際に子どもたちに勉強を教えるわけじゃないですか。でその教え方っていうのがやっぱり地道なんですよね、やってらっしゃることが。で私頭のいい人もいろんな人にヒアリングしてるんですけど、やっぱり総じて言えるのが地道なんですよ。コツコツと同じことを繰り返し繰り返し繰り返しやる。絶対に忘れるから何回も何回も繰り返しやる。で簡単な問題を何回も何回も何回もやって、もう本当に何にもしないでもできるようになるまで何回もやるっていう、そういう単純なことなんですよね。その繰り返しを地道にやっている、ね、それは IQ とかがものすごく高い人とかもちろんね、そういう人もいるんですけれども、でもまあたとえそういう人だったとしても、そういう地道な努力をしている人がすごく多くてですね、あそうなんだって思ったんですよね。勉強のできる話をしましたけれども、それ以外でも仕事ができるとかそういうことについても同じことが言えるんですよ。楽々っていうのはやっぱりありえなくてですね、そういう人たちは見えないところで地道な努力をしているということと、あとは時間をきちんと割いているんですよ、そのことのために。で時間をちゃんと作ってるっていう、そのサイクルをちゃんと作る、その仕組み作りっていうところで頭がいい。やり方の要領の良さっていうのはあるのかもしれないんですけど、要領がいいというよりはやってることはものすごく地道だなっていう印象がありました。2つ目、諦めずにやり続ける。結果がすぐに出るものではないということなんですよね。何事も勉強もしかり仕事もしかり。でまあその結果を出さなければ意味はないと彼らはみんな思っていて、でその結果を出すためにはすぐには結果は出ないっていうことをみんな知ってるんですね。なのでそれをすぐに結果が出なくても諦めずにやり続けるっていうマインドを持ってるです、全員が。それがすごいなっていうか、もういいやって普通の人だったらなっちゃうところをやり続けられるんですよ、結果が出る前に諦めずに。そこが違いかなと思いました。
3つ目、努力を努力と思っていないということです。で、今1番2番のことって本当に地道で、本当になんか辛い苦行みたいな感じに聞こえると思うんですけれども、それをやっている本人たちはそれを辛いと思ってないんですよ。全然本当に淡々と粛々とやり続けている、まあ、すごく楽しいのかどうかはわからないんですけれども、苦なくやっているっていう印象があるんです。あ、すごいですね、努力してるんですねっていう感じを与えさせない人がほとんどで、まあ、勉強に関して言えば親に勉強しろって言われたことがないっていう人、私の聞いたところではそういう人がものすごい結果を残している。辛い感じがないんですよね。で、それが本当にすごいなって思えることの一つかなと思います。この3点すごくポイントかなと思ったので今日シェアさせていただきました。今日のまとめです。お伝えしたいこと3つありました。凡人とすごい人との違い、1つ目、コツコツと地道であるということ、2つ目、諦めないということ、3つ目、努力を努力と思わない。以上3点についてお伝えいたしました。いかがでしたでしょうか。こうやって聞くとすごいことをやっているわけではなくて本当に地道なことなんだなってお分かりいただけると思うんですけれども、ということは普通の人でも真似できることなんじゃないかなって思うんですね。そのコツコツがなかなか難しいことではあるとは思うんですけれども、これは才能とか能力とかそういうの関係なく、コツコツやるっていうことは、まあ、誰にでも頑張ればできることなんじゃないかなと思うんですね。諦めずにコツコツ、少しはそう爪の赤を煎じて真似できたらなと日々思っております。今日の総まとめです。諦めず楽しくコツコツやり続けて中切れになっていけたら嬉しいなと思っております。今日は以上になります。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次の YouTube でお会いいたしましょう。